風の向こうへ地平線は君を呼んでる果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ風は俺たちの味方だ。お袋さんの風でも奴らは帰らない。クソ、時間を稼げると思ったのに。クソ、こんな風に負けられるか。はいつめ。レオ、地上の人間をやっつけるなら今だぞ。はい。僕たちと一緒に戦ってください。白い魔人、お前の言葉が分かった気がする。みんな白い魔人と共に戦うのだ。こんなやり方気に食わんが仕方ない。あばよ白い魔人。父さん、父さん、殺すだけじゃ足りないのか。なぜだ。もうこれ以上は持ちこたえられません。やむをえん、一時帰還しよう。ヘリ部隊、一時キャンプへ帰還します。計画の変更は認めません。なんとしても今日中にジャングルの横断路と岩山のキャンプ全機帰還せよ。えって、今日はとびっきりの暑さだぜ。たまらんな。お願いです、もうやめてください。静かに休んでいてください。かわいそう、こんなに傷ついてかわいそう。
の命を殺して誰も生きていくことはできない。責任者を出しなさい。うるさい。あの煙は何だ。説明してもらおうじゃないか。静かにしてろ。あんたたちは嘘ばっかりついているんだ。白の森をどうする気だ。すべての指示は私が下します。あんたの指示通りに動いていたら俺たち全員地獄行きだぜ。いいか、今後の指示は俺が出す。あんたはここにいりゃいいんだ。わかりました。今度は私も一緒に行きます。なんだこりゃ、どうなってるんだ一体。まさか、なんだこれは。ユキコ、まさか。こりゃ一体なんだ。これも人間の仕業なのか。おふくろさん。おふくろさん、あのムーン山のおふくろさんか。ここは絶対安全って言ったんだ。そうさ、だから大丈夫だよ。もし人間が来てもこのレオさんからもらった翼でやっつけてやるよ。レオさん翼くれるの。違うよ、臆病で空を飛べなかった僕を飛べるようにしてくれたんだ。ミューさんは僕を泳げるようにしてくれた。みんなお願いがあるの。雪が降るなんて。こちら先行隊、雪です。雪が火を消していきます。こちら14号、吹雪で前が見えない。走行不能です。あの岩山必ず奪い取るわ。みんなお願いがあるの。レオさんのところ行きたいんだろ。僕たちここで待ってるから行っておいでよ。ありがとう、ミュウ、ルル、みんなお願いね。大丈夫、任せてよね、ミュウ。うん、ありがとうみんな。レオ、お願い、無茶はしないで。だらしのない、たかが動物なんか。ほっ、なんです。白い魔人。ふん、何が魔人なものですか。ただの白いライオンじゃないの。逃げろ。やっぱりあいつだ。戻ってきたんだ。しまった、行き止まりだ。早いところ片付けてちょうだい。あの岩山が待ってるよ。黙っててくれませんか。
った。マンモス、まさか。一体何が起こってるの？全車両はマンモスを攻撃しろ。マンモスを葬るんだ。神経ガスを打ち込んでやれ。ヘリを飛ばせ。作戦を再開する。パグーラ、やめて。リゾーを頼む。パグーラ、今だ。レオ、レオ、お前はお袋さんのところへ行ってやれ。ありがとう、頼みます。くそ、父さんの仇を取ってやる。お袋さん。レオ、レオよ、やめさせるのです。こんなことはいけない。やめさせて。レオ、お前の使命は血を流して争うことではない。仲間と自然を愛することなのだよ。分かっています。でも今は戦わないと。もう一度考えなさい、レオ。私は山へ戻ります。雪になって他の仲間と同じようにこの命を天に昇らせ、雪となって山を包みます。レオ、お前ならわかるはずだよ、命の意味が。おふくろさん。風と土と水の命を殺して誰も生きていくことはできない。カラボスが私にそう教えてくれたの。マロディの岩山だ。ケルン、下を頼んだぞ。マロディ、レオ、行くぞ。そんな時じゃないんだ。レオ、みんなマロディみたいに死んで。ライア、
手に入る。レオ、お前の使命は血を流して争うことではない。これから生きていく仲間とこの美しい自然を守り愛することなんだよ。やめて、やめてくれ。僕が間違っていた。戦っちゃダメだ。レオ、そうだったね、ライア。ここはパンジャの森だったものね。殺し合って食べていかないと生きられない僕たちが、ここだけは殺さずに済んだ森なのに。レオ、ここは平和の森、パンジャの森だ。もう戦わないで。僕は間違っていた。パンジャの森の掟を守ってくれ。爪も牙も縛って平和の掟を守って戦いをやめるんだ。僕らは戦いのない森を守ろうとしたんだ。殺すことも殺されることもない森を。戦って何が守れるんだ、何が守れるんだ。レオ、お前の声だったのか。今、シロの声が聞こえたね。ああ。白い魔人、やっぱりあの森は魔人の森じゃった。許してくれ、たたらんでくれ。やめなよ。あいつは戦う気を捨ててやがる。そんな奴を撃つのか、貴様は。やめてくれ。みんな爪をしまって牙を収めて戦いをやめて。もう戦わなくていいんだ。レオ、俺はお前を信じ続けるぞ。くそ。ケルル、レオの言葉の通りだよ。ああ、さあ！レオ、俺はやめたぜ。いつかあいつが闘志を取り戻すまでな。アバよ、アバよ、白い魔人。貸しなさい。あの岩山は我が社のものよ。邪魔はさせない。おお、ブブブブ、お前ばっかりにいい格好されたんじゃな。おお、ブブ様。親分、ミュウ、羽が。大丈夫さ。それにこれはレオさんがくれた翼だから。ミュウ、そこをおどき。あなたにはあの白い魔人の声が聞こえないのですか。白い魔人の声。ライオンの言葉などわかるものか。この森はパンジャの森は戦いのない森です。やめましょう、殺し合いは。次はお前の胸を貫くわよ。やめるのです、バカな。あなたは一体誰と戦っているのですか。
ここにはあなたたちと僕たちしかいない。そして僕らはもう戦わないのだから。あなたは何のために、何が欲しくて殺すのです？誰も死にたくない。僕だって死にたくない。だけど僕が必要なら僕の命を奪ってもいい。そしてもう誰も殺さないで。今を去る4000年の昔から語り継がれた聖なるジャングル、白い獅子の神に守られた平和の地、アビポリオンの伝説はこうして現代によみがえった。新しい調和、命の歴史が今始まる。